こんにちは、織戸学です。今日はですね、ヤングマガジンのプロジェクト MFG コンセプトのために箱根ターンパイクにやってきました。4年目となる MFG コンセプトでは、GR86 を投入し、 GR86MFG コンセプト2022を開発しました。シートはホールド性抜群のスーパーセミバケットシート、ブリットガイア3。キレのあるシフトチェンジを実現する小倉クラッチの ORC400 ライトクラッチ。高い潤滑性と耐久性を実現するエンジンオイル、フックス GT1 フレックス5。タイヤは横浜ゴム史上最強のケーシング剛性を誇るアドバンネオバ AD09。高剛性を極めたレイズの単造ホイール、ボルクレーシング TE37 サーガ S プラス。対フェード性に優れたスポーツキャリパーとして、プロジェクトミューからフロントに FS4M、 リアに FS2A を採用しました。サスペンションキットには私のシグネチャーモデル STXTA+3MAX オリドエディションを採用しました。 MF ゴーストの舞台である公道レース、MFG 参戦を想定したチューニングメニューでは、特殊なパーツを一切使っておりませんので、全国の GR ガレージでも再現することが可能です。早速テストドライブに行ってみましょう。はい、じゃあそれではね、試乗行ってみたいと思います。ほう、なんかすごい軽快ですね。もうすでにノーマルとの違いを感じます。めちゃくちゃいいじゃないこれ。軽くブレーキをこう乗せた時のブレーキのタッチのフィーリングの良さ、すごくハード感があってコントロール性が高い。ペダルストロークが少ない中でギューッと止まる感じなんでね、こう前だけじゃなくて後ろからギューッと止まるような感じがすごい出てますよね。めちゃくちゃ安心感がある。クラッチもシフトワークもすごくいいですが、この吹かした時のレスポンスの良さ、ノーマルとはやっぱちょっと全然違いますね。こんなに変わるんだな、めちゃくちゃいいじゃん。ほらワンっていうね、めちゃくちゃレーシングな感じです。そしてね、このサスペンションは XTA のプラス3、これはね相当いいですよ。4つのタイヤの路面コンタクトが半端ないです。もちろんこのね、新しいアドバンネオバ AD09 のタイヤのケース剛性、そしてグリップ感っていうのもあるんですが、なんていうのかな、本当にね、車が路面を捉えてる感じがすごい高いです。めちゃくちゃしなやかで、めちゃくちゃマイルドで、そしてなおかつコーナーリングの剛性がすごい高い。これはね、ホイールからも来てますよね。レイズのボルクレーシング T37 サーガ、今現状ね、この XTA プラス3のメーカー推奨値の車高、減衰力で走ってます。こうぶっちゃけもう調整必要ないですよね。オールマイティですよこれ。本当にサーキットでもうちょっとグリップの高いタイヤを履いた時に減衰力をちょっと上げてみようかなっていうレベルで、それ以上は必要ないですね。もうこれで十分ですね。そしてこのシート、コーナーリング地のこのサポートが半端ないし、なんといってもこうね、剛性感がすごい高いんで安心感めちゃくちゃ高い。だからより車の挙動が分かりやすいよね。これはね、ちょっとすごいですよ。正直ね、想像以上に全てがまとまってて、全てのパーツがきっちりと仕事をしてる。どれ一つ浮いてないし、全てがこう調和を取れてこの乗り味になってる。こうテストして乗ってダンパーを調整したいかななんて思ってたんだけど、正直一切必要ないです。もうこのバランスで最高です。ちょっとやってもらおうと思ったんだけど仕事なくなっちゃったよ。これはね、リアル MFG参戦したくなるような素晴らしいマシンです。
私織戸学が監修し、セッティングを出した GR86MFG コンセプト2022、なんと、詳しくはですね、近日中に富士スピードウェイのホームページ、こちらにアップするので楽しみにしていてください。最高の車です。